さあもう一度フリーヒズジャズオーケストラさんの紹介をしますか。そうですね、皆さんジャズが大好きな青少年が集まった東海地方では唯一学校に所属しないビッグバンド、名古屋のスウィングガールズとも呼ばれているパワフルなステージをお楽しみくださいということですから、ラストの出演者でございますからぜひ楽しんでください。それでは行きましょう。フリーヒズジャズオーケストラの皆さんです。どうぞ。
今日は稲沢ロックフェスティバル、ジャズバンドである私たちもジャズロックするぞ、ブラスロックするぞとやってきました。精一杯 120% の力で頑張りますので、応援よろしくお願いします。お願いします。さて、最初の曲はイントロにふさわしいソウルイントロザ・チキンでした。ソロはみんな高校2年生で、テナーサックスは水野里穂、ピアノは大西さとみ、トランボーンは大塩萌、そして大声で叫んでいたのも我らが部長大塩萌でした。そして前で指揮で劣っているのは社会人ビッグバンドでご活躍中で、毎週のように教えに来ていただいている斉藤浩二さんです。今日もよろしくお願いします。お願いします。さて、次の曲は今日にぴったりなロック調の曲、 We'll be right back です。それではどうぞ。
浅見龍太郎、ベースは私森ひなでした。ところで私たちは学校になかなかジャズの部活がないので、それならば自分たちで作ろうということで2001年にできました。学校がバラバラで学校行事もバラバラ、全員が揃って練習するということは至難の業ですが、ジャズしたいという一心で頑張っています。さて次の曲は有名なトランペッターメイナード・ファーガソンが演奏したことでも知られるゴスペルジューンです。今日はフリーヒルズのメイナード・ファーガソンこと2年生の鈴木風雅がメイナード・風雅さんとしてかっこよくイントロを吹いてくれます。それではゴスペルジョンをどうぞ。Thank you.
トサックスは1年生の川上美代奈でした。ところで私たちのようなビッグバンドは吹奏楽のように多くはありません。それでも毎年夏休みに神戸で行われるジャズの甲子園、ジャパンスチューデントジャズフェスティバルには全国から30バンドくらいが集まってきます。そんな中で私たちは去年おととしと2位、今年は3位をいただきました。ありがとうございます。学校のように毎日みんなで練習はできませんが、毎日個人練習をして毎週土曜日に集まってアンサンブルをしています。さて次の曲は1935年にデューク・エリントンとその楽団のトロンボーン奏者が作曲したキャラバンです。デューク・エリントンもお気に入りの曲で何度もコンサートで演奏していたそうです。今日はジャズオーケストラシカゴが演奏したアレンジでお聴きいただきましょう。それではキャラバンをどうぞ。Thank you.
年に5、60回あるステージの予定や部員紹介、演奏のレポートなどがありますので、ぜひ見てください。ホームページは FHJO で検索していただければすぐ見つかります。 FHJO というのは私たちフリーヒルズジャズオーケストラの頭文字を取ったものです。フリーヒルズというのは自由の丘、自由が丘ということですが、私たちの練習している場所からこの名前は付けられました。ぜひホームページをご覧いただきたいと思います。またツイッターもやっています。アドレスは@FHJO_LHJO です。ツイッターはリアルタイムで更新していますので面白いかと思います。またホームページではメールも送れるようになっていますので、今日の演奏の感想などビシバシと書いて送ってください。お待ちしています。お待ちしています。さて次の曲はバードランドです。この曲は今までにも何度か演奏したことがありましたが、今日は今までとは違うアレンジに挑戦してみました。それではバードランドをどうぞ。
しおりでした。ところで明日皆さんはもうご予定がありますか？私たちは下呂温泉で行われる飛騨牛に感謝する謝肉祭に出演します。11時半からと1時半からの2ステージです。美味しいお肉をいただきながらジャズを聴いていってくださいね。お待ちしています。お待ちしています。さて次の曲はこの熱いロックフェスティバルにぴったりなサンライズレディでいってみましょう。テナーサックス、トロンボン、トランペットのかっこいいメロディーにご注目ください。それではサンライズレディをどうぞ。We'll be right back.
3年生の福本美優でした。ところで私たちは名古屋では唯一学校に所属しない小中学生や高校生バンドで作るビッグバンドです。毎週土曜日の夜、地下鉄自由が丘駅の近くにある自由が丘会館に集まって練習しています。私たちは学校に所属しないバンドですので、常時メンバーの募集をしています。ジャズ楽しそう、スイングガールしてみたいと思う方が見えましたら、見学に来ていただき、ぜひ入っていただきたいと思います。ホームページに部員の募集のページがありますので、見てくださいね。お待ちしています。お待ちしています。さて、次の曲はこのロックフェスティバルに向けて練習し、今日が初披露となるカミンアットヤーです。それではどうぞ。We'll be right back.
トランペットは1年生の佐藤かなで、トロンボーンも1年生の武田まりもでした。さて、大変寂しいですが、次の曲で最後となってしまいました。その前に一つお知らせをさせてください。11月6日の日曜日、私たちは養老の滝で有名な養老公園にある野外ステージで演奏します。午前11時からと午後2時からの2ステージです。その頃には紅葉が始まっていることと思います。ぜひ美しい景色を見ながらジャズを楽しんでいってください。お待ちしています。本日締めくくりの曲は元気いっぱいにザ・ラストダイブで行ってみたいと思います。最後ですので先にソロの紹介をしておきましょう。アルトサックスのソロは2年生の足立梨子、ピアノも同じく2年生の大西さとみです。本日は私たち高校生ビッグバンドフリーヒルズジャズオーケストラの演奏を最後までお聴きいただきありがとうございました。ご案内役はさっきカラオケに行って声がガラガラで大変でした高校1年生の森ひなでした。ありがとうございました。それではザ・ラストダイブをどうぞ。
でいただけて本当に嬉しいです。これからも皆さんに感動していただけるように精一杯頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。それではアンコールにお答えして、超人ドラマーとして知られているバディリッチの名曲よりダンシングメンでいってみましょう。アルトサックスのソロは2年生の余合ほのみ、ドラムも2年生の河合桃子です。本日は私たちの演奏を最後まで聴いていただき、アンコールまでいただき本当にありがとうございました。それではダンシングメンをどうぞ。
ーケストラの皆さんでした。